皆様こんばんは、桂由美バギーズサロンにようこそ。さあ、東京コイコンアカデミーの時間がやってまいりました。まずは植草さん、こんばんは。こんばんは、植草です。はい、もう5月の半ばということで、植草さんどうですか、最近。最近ですか、もうね、これから初夏じゃないですか、はい、ね、夏前ですね。夏ってね、愛のスタートなんですよ。愛のスタート、愛のスタート。ちょっとマーニーさんみたいな。お祭りがありますね、はい、それから、縁日にあるね、うん、花火がある、うん、っていうことでイベントがね、そう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 なんですよ、うん、で女の子も浴衣が着れる、うん、それから水着が着れるっていうことで、うん、いつもと違 うファッションとか、うん、雰囲気もね高まります、うんうんうん、だ普段だったらお話できないのも結構各社見ちゃったり、うん、気も長いですしね、暖かいから。そうなんですよ、声かけられるのにかけられちゃったりってことがあるので、うんうん、今から、もし彼がいない、それから彼女がいない人は、うん、ちょっとこう一歩踏み出して声かけてみたりしてもいいんじゃないですかね。海にね、声をかけに行くでもよし。そうどうですか、植草さん、夏の思い出とかありますか。夏の思い出ね、うん、私はもっぱらファッションやってましたからね、はい、お休みになるとファッションでは販売員やってましたからね、うん、もうその時はね、水曜日お休みだったりするんですね、うん、で江ノ島いいんですよ、急線ずっと乗ってて、降りたらすぐ目の前が江ノ島、はい、でみんなで5、6人で女子って行って、うんうん、一番かっこいい男がいるところに行こうねって。あ、もうずっと探して、なかなか場所取りせずに、そう、でもみんなもういいじゃない、いいじゃない、もういいじゃない、ここ座りやすい、だめ、よくないね、あちこあちこつけずってました。そのバイタリティでいいのよね、そう、皆さんのこう、はい、マッチングだのそういうことでされてらっしゃるんですね、はい。で、今度5月の21日に、はい、婚活セミナーをまた行うということで、はいはい、です結婚相談所ってこんなところだったりとか、そういうことをいろいろ説明するような会になるんですかね。全て植草さんの方はセミナーはなさるんですか。そうです、もう、大体90分ぐらいなんですけど、うん、いつもはね、割と恋愛とか、あと今の結婚事情、婚活事情みたいなものメインでお話してるんですけど、はい、今回はテレビを見た方がまだまだお問い合わせをいただいていて、はい、フジテレビのみんなのニュースですね、はい、でその放送以来、結婚相談所ってこんな熱いのっていう声が多くて、うんうん、今植草美幸に会ってみたいって人もいらっしゃるし、はい、結婚相談所を見てみたいっていう人もいらして、うん、でいつもよりもちょっと長めに相談所の中の実態もお話ししています。なるほど。普段はしてないですね、うん、普段は恋愛とは婚活とはっていう話をしているんですよね、うん、なんとなくね、結婚相談所というと、はい、そのご自宅に、はいはいはい、ね、おば様がいらして、はいはい、奥の方からアルバムを持ってきて、はい、だったりとか、どうっていう、こう、はい、お見合い、はい、おば様の延長上で、はいはい、こう町のね、その町内のお世話役みたいなイメージか、はいはい、そういうイメージでしたね、うん、でもしくはその要はインターネットだけの、はい、その検索して、はい、マッチングしたら会いましょうっていう、やっぱりイメージが強いんですけども、はい、その両方とものいいところを取ったっていう感じですかね。出会いは好きな人をどうぞマッチングさせてくださいと、はい、でもこれもマッチング、同じそのシステムを使ってもマッチングできる相談所とできない相談所があるんですね。それは写真ですね。写真がやっぱり実際のご本人よりも 150% か 200% くらいアップしないと、相手って持ってないと、実際お会いした時にね、そうよく言われますよね、全然違う人だったのって。だけどオーディションですから、写真はまずは、はい、クリックしてもらわないとその中が開かない。うん、そのクリックってワンシートに20人女性だと思ってる、ワンシートに20人男性が乗っている、その中で飛ばしますよね、みんなパッと全部は見ない。そしたらやっぱり写真 そのバッグの色が綺麗とか、着ているお洋服がおしゃれとか、なんとなく顔が綺麗に見えるとか、雰囲気、そうです、そうです、そういうところで、落とされてしまう、逆にね、なんか地味な黒色着てるなとか、バッグの色がグレーだなとか、ちょっと面接のような写真だとちょっとっていうことですね。ですね、それだと男性もクリックしないので、まずクリックさせるための写真なんですよね。素朴な疑問なんですけど、そこのサイトに出てくる方って、何万人もいらっしゃるじゃないですか。6万人もいらして、その一番最初の方に出てくる人って、なんか資格はね、一番最初に来る人って活動をすごくしてる人なんですよ。クリックされればされるほど前に出てくるんですよ。
でもう自分もクリックしてたりお見合い活動してたり、っていうのが頻繁な方は、そう活動が頻繁な人は前の方に、で活動がやんわりの方はだん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 お尻の方に順番になってくる。あでもそれこそ、登録はしてるけど全然動きがないっていう方はもう、ずっとお尻の方ですね。なるほど、であとはその恋愛中、交際中に入ると、あまりこうお見合いもしてこなくなるので、そうすると順位も後ろの方に下がってくる。あ、なるほど、その1回の交際率、交際をしたら1人しかダメなんですか？いえ、交際は同時進行3名まで。それも全員に言えることなんですか？全員に言えること。だから、そこで恋愛力っていうのが必要になってくるんです。その相談所の中でも競争があって、で、まあ一般的なところだったら競争さえできないんですよ。そうですよね。どこに今すぐ結婚できる人がいるの？分かんないですもんね。分かんないですよね。なんかこうアンテナも出してくれればいいんだけど、分からないので探し求めることもできず、だけどその相談所の中というのは今すぐにでも結婚できる状態でいらっしゃる男女の集団ですよね。そうですね。組織ですよね。だから矢を当てて向こうが返してくれれば会える。だからね、まあ、ちょっとね勘違いする人もいます。俺モテ期って言ってみたり、私モテてんの、急にクリックされたら、でそれで会えるしデートできるんで、今まで全然モテてもないのに、急にそのお膳立てして会えるわけじゃないですか。でそれでモテてる気になって全てダメにしちゃうって人もいます。もっと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 よくなった、もうより好みしてしまってっていうことですかね。エンドレスになって。そうですか。で 3名様同時に構成できるけれども、正直3人の人そんなことやってて、どれもこれももうなんていうの、会えないとか、なかなかこの女性とは会えないからちょっと縁がないかなっつって男性の方が離れていくとか、まあ、その逆もありますけれども、やっぱりそのお一人ずつしっかり会っていくっていう方もいらっしゃるし、2人でどちらかなってやってらっしゃる方もいらっしゃるし、3名でっていう、それはもうその方が どれだけモテるかっていうのもあるけれども、どれだけ活力があるかっていうことが大きいですね。ですよね。なんか、リスナーの方からね、まあ、こんなお便りを寄せられたんですけど、まあ、ぜひ植草さんに聞きたいということで、32歳の女性なんですけどね、合コンや婚活パーティーに行きまくってるけど、いい男がいない、この現状どう思いますか、ということなんですよ。32歳だと正直初婚の女性の年齢の平均を超えてますから、3歳ほど超えているので、どちらかというともう結婚相手じゃないなって生まれている年代に入ってきました。でその中で合コンだのパーティーなんか行ったら結構年がお召しになった方になっちゃうんですね。まず年齢が20代半ばぐらいから多いでしょうからね。でそこで勝つっていうのは相当難しいと思うんですね。で、あと何でしたっけ、合コンと婚活パーティーに行き、合コンみたいなことはしてるんでしょうね。お遊びですね。で合コンっていうのは楽しむところですから、遊びですから、出会いを求めるところなので、そこを婚活、真剣に婚活している人は行くわけではない。で男性は既婚者も有情中いますし、確かに、実際彼女がいるっていう、同棲してるって人も遊び半分で出てくるので、人数合わせだったりとかね。そんなところにのこのこ行って、もう割り勘ねなんて言われた日には、もう時間とお金の無駄。今のね、その合コン事情を豊洲さんにお伺いしたんですが、やっぱり男性が払うものなんですか？大体男性が払うでしょうね、まだね。分かんないです。層がありますよね。例えばドクター、男性は全部ドクターで、女性は全部 CA さんとかね、いろんなこう合コンにもタイトルがついてますから、それによってじゃないですか。でも収入が良かったりとか、その日の合コンが楽しかったりとかしたらごちそうになることも、そうだけど、合コンでやって女の子がね、正直おぶしちゃん集団とかね、だったりして、つまんねえなと思ったら男もあれだねとか言いますよね。なるほどね。憎たらしいけど、ね、そんなこと言ってるけどお前たちどうなんだよってね、女の子も言いたくなるような、男性がゴロゴロ出てくるのを奢ってよってね、そういういろんなトラブルがありますよ。やっぱりその結婚相談所に、ね、来られる方っ
って合コンとか婚活パーティーとかにも、もう結婚行ってきたんですっていう方も中にはいらっしゃるんですか？います、います。20代の時に、うん、私が今まで知っている合コンクイーンがいるんですけど、はい、28歳で、まあ、入会して、はい、22からずっと6年間やっている。こう、あの、金土、金土、金土と合コン行っている。うん、で、婚活パーティーも、出たつきなんですね。そうそうそう、で、あの、何、ドクター狙いで行くんですよ。うん、でもね、ダメですね。もう、エンドレスになってる。で、ご自分が1歳ずつ年を召していって、うん、合コンデビューがどんどん22から上がってきますよね。うん、そこがメインになっていることをちょっと忘れちゃってる。戦えなくなっちゃってる自分を気がついてない、痛い、うん、残念で、すごい面白い話だったんだけど、うん、医者狙いなんですよ、うん、医者だったら正直誰でもいいと、その医者の問題、今医者だって人数少ないですよ、なぜかというと、男性がお医者様って多いイメージじゃないですか、はい、でもこの6、7年に男女比が1対1、確かに、確かに、うん、多いですね、そうです、そうです、そしたら、うん、ドクターの男性も減ってきてるんですよ。確かに、はい、ドクターの人数が増えてるわけじゃないですもんね。それなので今未だにね、そのドクター、ドクターって言って、うん、じゃあその合コンで知り合ったドクターと、まあ、あのゴルフに行くことになって、うん、その合コンクイーンが、うん、でゴルフに行くことになって、なんとですよ、すごい高ピン女なのに、その時スポーツカーだったんですよ、その彼が。で、ツーシーターで、うん、私も迎えに来てって言ったつもりが、まだ22の気分だから、すでに30超えてんだろう、うん、で、迎えに来てって、あ、無理無理俺無理、うん、ポルシェでツーシーターだから、うん、乗れないから、うん、隣の席に乗けちゃうから無理って言われて、うん、彼女は自分でですよ、ゴルフバッグを担いで、うん、東京駅まで行ったと。それはどうですか？私は逆に女としてもうそれは終わってます、うん、そんな思いをしてまで、うん、なんで医者と結婚したいのかなって思う、うん、要するにじゃ医者だったら我慢ができる、誰でも。でも相手の方が、うん、会社にサラリーマンだったらとんでもない話で家まで迎えに来させるとかね、よくわかんないじゃないですか、この辺が。その方も結果をエクサさんのところに入会するためですか？入会、その上、あの、合コンクイーンですから、うん、そういう活動は、ちゃんとした活動をしないですよ。あの、入ってます、入会してます。あ、そう、私の友達。あ、お友達なんですか？聞いてる人ごめんねって。お友達ですか？今はご結婚されてしてないです。もうその時から、その事件から15年経ってますけど、はい、もうだから彼これ40何歳ですかね。はい、うん、してないです。今もお医者さんをお探しに、はい、もうなられて。せめて行ったのに、私はね、もう本当に脱毛しましたけどね。まあ、せめて送ればいいんだよね。だって私とゴルフ行くとき、私でも帰りに行くんですから。じゃないと、行かないとか言うんですよ。あ、ゴルフとはもう迎えに来るもの、ドクター以外はっていう、でもドクターだったら勝つに行っちゃう。で、もっともっと前に送ればよかったじゃないって、宅配でって言ったんだけど、まさかそんな目に遭うとは思ってなかったんですよ。なるほど。なんやかんや言ってきてくれるだろうみたいなことだったんですね、うん、そんなことがあります。だからね、もうその、遊びです、パーティーだとか。あ、じゃあ合コンとか婚活パーティーに行ってる気になってるだけですね。そう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 、それよりもちゃんと結婚する気がある、今結婚する準備ができている人たちに会える、その集団に入っていかないと意味がない。そうですよね、うん、結婚相談所はその独身証明書とかも必要であるとか、収入証明書、住民票、勘がついている ID 免許証とかパスポートとかっていうものもいただきますので、確実安全安心ですよね、うん、ですよね、はい、なので、まあ、あのそんなに変な人というか、そうそうそう、あの結婚できる状態にいる男性、女性しかいないっていうことですもんね、うん、一般の男性よりもやっぱり年収が高めですね。あ、そうですか、はい、お金を払って活動してますから、これから結婚したいということはある程度結婚するだけの、まあ、例えば蓄えだったりとか、その後の生活っていうのはある程度お持ちの方がお持ちですし、まあ、持ってる、もうお家を持ってる方は30代で結構多いですしね、マンションも購入して持ってらっしゃるとか、はい、横だと持ってるとかっていうのは もちろん多いですけれども、年収自体がそもそも高いっていうのと、うん、それから月会費を払ったり入会金を払ったりしてただではないので、うん、お金を払ってまで、あの結婚する気があるということ で、うん、で女性も身持ちの固いきちんとしたところの誰かがしっかり分かっている人と恋愛をして、うん、そこら辺の街で出会ってね、飲み屋かなんかで出会っ
ね、それも合コンの一つですよ。そうです、ね、そういうところで出会って適当にあの気持ち気があったからじゃ あのお持ち帰りになっちゃったみたいなのは一晩で終わっちゃうけど、うん、そういう、うん、セフはダメだ、毎回言ってるけどセフではダメだって、愛し損だって言うんですよ。確かに、まあ、しっかりとした、ね、人生設計をお持ちの方とお会いしてじゃないとね、はい、女性もどんどん汚れていっちゃうから ね、 そうね、傷つくばっかり、うん、確かに確かに、うん、ちゃんと自分のことを将来も愛してくれる、うん、将来の自分も今の一瞬の今晩だけじゃなくて愛してくれる人、はい、ね、は結婚相談所ではないでしょうか、でしょうか、はい、それね、詳しく知りたい方は、はい、青山結婚相談所マリミーです、はい、5月の21日の13時に青山のマリミーに行くと、はい、詳しくセミナーがあるということでね、はい、ぜひ詳しく聞いていただきたいと思います。では今日はこの曲を聴いてお別れいたしましょう。ノーランズで I'm in the mood for dancing です。それではまた来週。